ンデラです、今美幌峠からの屈斜路湖ビュー見てきました。めっちゃくちゃ良かったですね。本当にずっといようかと思っちゃったぐらいです。でですね、道の駅美幌峠でコーヒー買ってきました。じゃあ飲んでみたいと思います。これね、ヘーゼルナッツラテなんだって。見えるかな、ラテ。うん、ヘーゼルナッツ、お菓子みたい、菓子みたいな味がします。あそこにくるっとパノラマ美幌峠っていう道の駅があるんですけど、そこのご飯も美味しかったんですけどね。でもちょっと今日は予定のマッシュそば屋さんに行ってみたいと思います。ちょっと急ぎましょうか。レッツゴー。はい、来ました。豚丼セット、こっちが豚丼とこっちがマッシュそばです。いただきます。はい、今お昼食べてきました。マッシュそばの豚丼セットです。マッシュそばがですね、評判通り香りが良くてめちゃめちゃうまかったです。じゃあちょっとフィットのいいところもちょっと紹介しましょうか。はい、フィットなんかちょっとコンパクトカーだし不安げだったんですけど、機能充実していて、ブレーキホールドボタンがあって、やった！例えば赤信号で止まっててもずっとブレーキ踏んでなくてもブレーキ保持してくれるっていう機能と、あとはレーダークルーズコントロールがついていて、よろしく頼む。スピードを維持してくれるっていうところで非常に助かっています。では今日は屈斜路湖の美幌峠、すごい景色満足しちゃったのと、マッシュそばで幸せな気分になれたんで、もう宿に行っちゃいますか。まだ時間は2時18分なんですけど、天空スパっていうのがあるんで、まだ明るいうちに入りたいと思います。じゃあ行ってきます。車は左方向。
アカンホテルチェックインしました。じゃあお部屋見に行ってみましょうか。レッツゴー。はい、いて、じゃん。本日のお部屋はシャングリラ館のリゾートツインです。ちょっとですね、このカメラだと暗く映るのかな。アカンコビューです。じゃーん、真下にあいてアカンコが見えています。遊覧船、いいですね、良いですね。天気もいいし、アカンコ綺麗に見えてます。はい、じゃあお部屋、部屋はですね、かつて和室だっただろうところがリノベーションしてある感じですね。ちょっとホームページの画像がよく映りすぎているので、あれもっと青くなかったっけって思いましたが、そんなに青くないです。まあ、温泉なのでお風呂はここですかね。お風呂、はい、普通のユニットバスですね。ユニットバスです。あとお茶道具、やっぱし旅館だからお菓子が置いてあります。そして無料のペットボトル、ウォーター2本で湯沸かし器、なんか入ってるかな。入ってない。ここは、あ、こんなところにお茶道具がガチャンだ。昔ながらの旅館のお茶セットですね。はい、お茶セットです。